山根さん、西川クラソンから動画の方をアップロードしていただきました。ありがとうございます。私のね、更新通知に山根さんの動画がポンと上がるとね、まあまず見てみるんですけども、今日はね、再生数1でございます。しかもタイトルがものすごくいい、内容がものすごくいい。それはですね、山根さんはまだチャンネル登録者数1000人いってないんですよね。でもですね、この YouTuber さんへ、これから始める YouTuber さんへメッセージを送るっていうのは素晴らしいことだと思うんですよ。というのがね、10万人とか100万人の YouTuber さんから学べることっていうのは確かにあるんですけども、いやでもね、私でもね、学んでもしょうがないんですよ、はっきり言って。だって10万人とか100万人とか雲の上なんで。そんなことよりも、私は今ね、1万人ちょっとですけども、1万5千人とか2万人の方から学んだ方がよりね、私向けですし、リアリティがあるんですよ。私は10万人に向けてはいきますけども、とりあえず2万人を超えなければ10万人なんてないわけなんですよ。ですので、私が学んでるのは今ね、2万人の方とか8000人の方とか、自分の付近なんですよね。何が言いたいかというと、山根さんはですね、1000名もまだ達していない、あと40名ですよね、960人のチャンネル登録者数の方がいらっしゃる状態で、今このメッセージを ね、これから YouTube を始める方へとメッセージ出すってことは、まだね、 YouTube のチャンネル作ったばっかりとか、チャンネル登録者数が10人とか100人の方向けにこの発信をしてると思うんですよ。素晴らしいことだと思うんですよ。やっぱりね、少し後ろにいる人に対してどのぐらい手を引いてあげれるかってことが、 YouTube に限らず全てのことにね、通じるんですよ。会社に入っても社長からマンツーマンのレッスン受けないですよね。去年入社した先輩とか、課長みたいな、3年前に入社した方とかね、5年前の先輩とかみたいな、割と身近な人から教わるはずなんですよ。じゃないとね、やっぱりついていけませんし、いろいろとね、見えない部分がそのまま過ぎちゃうんですよね。だからベテランに学ぶよりも、似たような立場から学んだ方が分かってもらいやすいし、分かりやすいってところもありますよね。ということでね、今回山根さん、よくこの動画に気づきましたね。私もこれやってるんですよ、実は。チャンネル登録100人になった時に、まだ100人も行ってない方へっていうメッセージ出してるんですよ。1000人行った時は、1000人を目指すためにはこうやった方がいいぞってやってるんですよ。そしたら500人、600人ぐらいの人がわーっと来るわけなんですよね。そういうふうな形で、どん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 ファンを作っていくんですよ。そして今ね、山根さんはまだ1000人行ってないわけなんですよ。その1000人行ってない、その、いわゆる、まあ、焦りはないと思いますけども、1000人行くためにどうすればいいのかなと、500人の時はどんな工夫したかなとかね、800人になった時の喜びはどんなものだったかなとかね、自分自身は、山根さん自身はどんな人を今まで紹介してきたかな、もしくはどんな人に紹介されたかなみたいなエピソードがもうね、山ほどあるんですよね。ぜひこういうこともね、できればシリーズ化して動画作っていってもいいんではないかなと思います。例えばこれから YouTube 始める人へパート1を今回やりました。パート2、誰かを紹介しようみたいな感じでね、誰かを紹介したら、その紹介された人はついついお返しの原則で、じゃあ山根さんも紹介動画撮ろうかなってなると、これがどんどんね、 SNS 交流を深めていって、お互いのファンがお互いのファンと交流するみたいなことになっていってっていうのもありますし、山根さんはね、まあ、ミスター M さんとか、まあ、私もそうですし、綾沢ちゃんとかね、花江龍馬さんとか椎野キャサル君とか、紹介し合える仲間がもういるわけですよ。特に私のね、速稼塾に来ていただいて、速稼塾の塾生さんで YouTube やってる人で、山根さんを知らない人はいないんですよ。有名人ですよ。西アクラソンっていう町が有名になったのは、ひとえに山根さんのおかげだと。いやいや、もっと言ったらね、山根さんがね、俺をこの町、この町を俺が有名にしてやるんだみたいなね、意識でどん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 動画の方を突っ込んでいけば、西アクラソンとともに、西アクラソンの代名詞、代弁者としての山根さんはもっともっとね、注目される存在になるんではないかなと思いますよね。いろいろと申し上げましたけども、今回の動画ね、すごく良かったですね。こういうのをね、たくさんたくさん撮ってほしいです。再生数とかね、関係ないですから。私の見てください、チャンネル登録1万人で、今でもチャンネル登録者数伸びてるんですよ。伸びてるのに再生数大していってないでしょっていうのがね、私の扱うジャンルが細かすぎるんですよ。本当にね、多くの1万人の方が喜ぶようなことやってないんですよ。せいぜい30人とか50人の人向けの動画を細切れでたくさんやってるんですよね。たまにね、森友かけ問題やりますけども、あの時はね、再生数上がるんですけども、まあ、その他のことってのはね、町内会のことやったりとかね、あんまり関係ないことで結構やってますからね。でもそれでいいんですよ。山根さんには山根さんしか作れない YouTube チャンネルがあると思います。誰かの真似をする必要は全くありません。ぜひね、自分なりのステップを踏んでいただいて、自分なりの世界をこの YouTube で作っていただきたいと思います。それではこれからもよろしくお願いします。